ドラや太鼓の音に合わせて貝を力強く漕ぎます。中国発祥で安徽市の初夏の恒例行事となっているペーロン競争、国内ではおよそ300年前に長崎市で初めて行われ、安徽市には今から101年前の1922年に伝わりました。今年はおよそ50チームが参加。安徽湾に作られた600メートルのコースで熱い戦いが繰り広げられていて、兵庫県の斉藤知事も選手として参加しました。いや残念でしたね。多分花差だったんですけど、いやでもすごい興奮しました。ペーロン競争は午後も引き続き行われます。